中の超中の間で中一回によって中高筋肉のね、基本原理は、あの要はよりね、あの上げる重量を増やして、うん、どん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 、1レップ、1回上がるぐらいの重量だとやっぱね、結構怪我するっていうか、蓄積されて関節痛みたいなとかすんじゃんね、うん、肘とか肩とか。言うてそれで僕怪我したんで、重量も増やして、そうそうそう、肩と肘ぶっ壊したんで。毎回毎回じゃあマックスに挑戦するっていうのはやっぱね、関節への負担で言えば良くないね。あ、やっぱり体の健康維持っていうところになりますね、うん、で、まあ、基本原理はね、基本原理は大体同じ重量、例えば60キロ上がるとするんじゃん、うん、60キロを大体あの10回ぐらい上がるぐらいの重量、まあ、それが例えば60キロだとしたら10回ぐらい上がるのが60キロだったら、それをなんか10発まず上げに行く、はい、10回から12回ぐらい上げに行くようなトレーニングをすると、まあ、筋肉がとりあえず成長するという。なるほど。うん、で、これは僕の基準なんですけど、僕トレーニングで1回も怪我したことないんですよ。あ、そうなんですね。こんだけ散々やってて、15年ぐらいやってますけど、その一番の理由何かなっていうのは、まずあの違う部位に逃げたら僕もうやめるんですよ。ああ、例えば胸やってたとしたら肩3頭入るっていうところですげえ入っちゃうなってなったら、あのもうやめちゃうんですよ。あ、もうなんかやってて、そう、あんまり効いてねえなと思ったら、もうやめちゃう。体力余ってても、そう、仮にもう3発上がったとしても、やめちゃう。あと5発、3発、5発上がったとしても、もうやめちゃう。
で、それはだって胸のトレーニングで肩とか腕も別の日にやるわけじゃん、はいはい、胸じゃねえところに効いてたらやっぱ意味ないんですよ。なるほど。で、ましてやベンチプレスで上げるような重量を肩で負荷乗せたらどうなるかって言ったら絶対怪我するんですよ。はいはい、なんで僕は違う部位に逃げたらまずやめる。そう、俺も怪我して気づいたけど、その限界までっていうのはちょっと語弊があるんですよ。まあそう、要はその狙ってる部位の限界までやる。なるほど、うん、だからもう体の限界じゃなくて、その胸が限界来たらもうやめる。そう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 、いわばもう限界突破しちゃって違うところに乗っちゃって、そう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 、体壊すっていうのは、うん、怪我の原因なんですよ。原因。それを僕履き違えてやっちゃったんだよ。で、それはやっぱりね、1ヶ月、2ヶ月止まらしても、半年、1年、じゃあ2年、3年ってなって、絶対やって痛めるじゃん。うん、確かに。うん。だからその怪我に向かってトレーニングやっぱしてたら意味ないんで、なるべくその重量に関しても、じゃあ10発上がる重量って、じゃあベンチプレスで例えれば、3頭とか肩を使いながら10発上げに行くって言ったら、絶対その60キロの人に例えば80キロ上がっちゃったりするわけよ。はいはい。でも胸だけで、なるべくその胸に負荷が乗ってそれだけで鍛えるって言ったら、もうほんと60キロ10発しか上がりません。なるほど。そう、だ要はその狙った部位に対して負荷が乗ってるんでしょ。マッチョどうした？マッチョ、マッチョ狙った部位に対して与えられる刺激でどんどん高重量伸ばしていく。ああ、なるほど。それならやっぱ怪我もせずに、そう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 、はい、追い込むっていうことなんですね。そうそう、それが本当の。そうで、しっかりそのなんか意識しながらやるから、やっぱより効かせやすくなってくるんだよね、だんだんやっていくと、うん、で、やっぱ食事はどうすればいいですかね。これもうみんな聞かれるんですけど、その筋肉つけるにはってやっぱ運動は今のやつじゃないですか、うんうん、食事はどうすればいいのっていう。食事はね、やっぱ今ヘコでね、ヘコじゃない、マッチョだと思ってた。食事はね、1回で量ドカンって食べるんじゃなくて、うん、やっぱ常にその体にタンパク質が満たされてる状態を作ったり、タンパク質がエネルギーがね、はい、だから例えば1日じゃあ3食食べる人もいますと、3食、1食1食も結構ダンダンダンってでかいとするんじゃない、うん、量が多く食べるとするじゃない、はい、それを今度は5回ぐらいに分けてみるとか。なるほど。そうそうそう、平等に均等に栄養が行き渡る。そうそう、常に体の中にやっぱ栄養が満たされてる状態を作る。はい、一食でうわ食えねえじゃなくて、はい、朝10時とか、そうそうそう、朝8時、10時で2時、5時、5時で8時、8時で寝る前は12時とかにもう一回じゃあ食うのか、まあ、プロテイン飲むのかわかんないけど、うん、っていう感じで小分けにやっぱ常にその体に満たしてるタンパク質とかエネルギーを満たしてる状態を作るっていうのが、やっぱり体をでかくするっていうのに一番じゃないかなと思う。なるほどですね、うん、まあ栄養素は話すとまたね、長くなっちゃうんで、そう、まあ、結局つけるにはまあもう食事とやっぱり運動は必須ですもんね。必須だね、うん、だから運動はそんな感じで追い込むってことの履き違いと、うん、あと食事はまあまんべんなく均等にって感じですね、うん、まあその中でも食事じゃクリーンにするのか、うん、ちょっとなんか何でもね、脂っこいものを食べてやるのかってまた分かれてくると思うけど、うんうん、まあ、大きくはまず最初の入り口はそんな感じですよね。そうだね、大きく上げるとって感じですね。いや今日は冒頭でマジで疲れたんで、胸トレ、うん、もうすげえ今だるい、うん、超パンパンですもん、うん、体ね、8切れんばかりに胸とかって聞いたね、はい、ちょっとサムネでちょっと脱いでもらっていいですか。脱がないっすよ。みんなデブデブだろ。ちょっとサムネで胸だけ。ちょっと盛れるやつで。なんかでかすぎてさ、でかすぎて枠に入ってないんだけど。ねえ、うん、もうちょっと、あ、もうちょっとこっちか、もうちょっとしゃがんでくれないですか。うっす、何やってんだこれ。めっちゃいいな。おお、キレイ。胸その位置。はい。はい。ええ。そう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 。ここがそれですね。これ確認してください。はい、OK。 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 169 170 171 172 173
し、こう。